ジョバンナ・ガルツオーニはイタリアの画家である。イタリア中部の強行領のアスコリ・ピチェーノに生まれた。両親はベネツヤ出身の画家の家系であるとされるが、異論も見られる。母方の祖父や叔父は、金細工師で別にベネツヤの画家パルマイル・ジョーバネの工房で学んだ画家、ピエトロ・ガヤも叔父である。研究者の中では、ガルツオには1615年頃から、この叔父の工房で見習いとして、 美術を学んだと推定されている。ガルツ王には兄弟の一人、マティオともに各地を旅して活動した。ローマに住んだ後、1816年にローマの薬学者のジョバンニ・ボルビーノに依頼されて薬用植物の図を描いた。1820年にベネツィアに移り、難病病院の教会に装飾画を描いた。ベネツィアには数年間滞在し、 ジャコモ・ログニーにカリグラフィーを学び、カリグラフィーに関する書籍を作成した。1630年に、マテオとベネツィアからナポリに移り、1年ほどナポリの総督からの仕事をし、1831年にローマに戻った。すぐに、サボイア公国の皇妃、クリスティーヌ・ド・フランスに招かれて、トリノの王室のミニアチュール画家として働いた。 1632年から1637年の間、トリノに滞在した後、ミラノの女性画家、フェーデ、ガリツヤや生物画家のネボローネと交流し、1640年にはパリに旅し、1642年まで滞在した。ローマに戻り、ローマとフィレンツェを行き来して、メディチ家のフェルディナンド2世で、メディチや大公費、ビットリアデンダローベレからの注文の仕事もした。 1650年からは、ローマに住み、ローマで死去した。ありがとうございます。